こう降りれんくない？降りてみよう。降りてズボズボってなるよ。泥じゃないとこ、泥じゃないよ、横に歩いてた。さあ、おはようございます。ここはどこですか？矢作川。矢作川。矢作川っていうの？うん、この間なんかダムが決壊して、今大減衰してる矢作川にやってきました。ワンちゃんね、何あれ、釣りできたらいいな。これ多分ね、チアユ。チアユとか大井川の小魚。めっちゃピチャピチャなってるじゃん。めっちゃピチャピチャなってる。すごい。すごい群れだよ。さあ、今日はね、矢作川で釣りしていこうかなと思ってます。もしダメなら、まあ野池でも行こうかな。あそこ、あそこが決壊した場所。今工事中だから、あっちはちょっと近づけない。まあ、ちょっと見ながら釣りできそうなとこあったらやっていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。あ、手が泥だらけになった。マジで滑るんだけど、ぬるっていくんだけど。ちょっと手洗うわ。見て。うん。よし、もよかと思う。なんだと思った。よし、もね。これ何？伝説の巫女。釣れそうじゃん、ここ。そうじゃない。これめっちゃバイク捨ててある。トヨタのヤンキーや。今のところバスは見えませんね。でもね、大減衰してバスもびっくりよ。いや、川ポイント絞り大変ですね。釣れませんね。竿を持ってもね、まだ。ああ、すいません。なかなかね。一頭も投げてない。めっちゃ水減ってて、ポイントがポイントじゃないみたいな。早く釣らしてくれ。待て待て、まだ午前中よ。もうどんどん時間なくなってくるんだから、早くポイント絞ってよ。さあ、最初のポイント。気持ちいいですね、ここ。かかったりはするよ。最初は見える範囲を。気持ちがいい。隊長はジョイクロシフトを投げていきます。知らん。追いかけてきた？鯉だね。鯉です。鯉だね、あれは。いる。もっとやりたい？いや、どっかにはおるんだろうけど。
まあ、いろいろやった方が面白いかなと思って。移動。さあ結局川は難しいということなので野池にやってきました。予定変更、うん、初の池だね。え、何こんなじゃん。水違うよ、向こう側行かない。 あっちに行けないのかな。あっち行かなかんね。すごいね。すごい、これは一人じゃ怖いわ。なんで？あいつが出てくる。あいつが出てきそうな雰囲気だから。あいつが？あいつが出てきそうだから怖すぎる。そうだね。これ降りれたの？ちょっと待って。わちゃくすいんでけえな。気に入ってけえな。気に入ってる失敗。もう池順の竿を持ってもいい。その岩の横を通す感じで。はい。ということで午前中釣れなかったんでお昼休憩。今日は豊田市にあるなんてとこだっけ、三浦屋さん。三浦屋さんのこれ日本で3番目に、そう、日本で3代目にデカうまい唐揚げでとしてテレビに取り上げられました。どれですか？うん、じゃ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 でかい。ででこれでショーです。じゃん、やばくない？これ台に死ん、普通のに死んでよかったわ。食べて食べて、いや食べて食べてだって。食べて食べて、いただきまいます。いやマジででかいんだよ。めっちゃでかい。さあ唐揚げ好きのあゆさん、どう？うん、衣しか、衣しか食べれんかった。もうちょい頑張ろう、行こう。それも衣やないか。うん、肉厚よ。まあ、うん、ソースの味がうまい。ソースの味だもん。これ自体はもう美味しいよ。美味しい。そこはすき家の方がうまいって言わなかんだろう。あ、そうか、そうだった、そうだった。しまった。もう一回やって、はい、いただきたいと思います。はい、ぜひ食べてみてください。食べて食べて、バカでかいバカでかい。食べて食べて、いただきます。どう？うん、やっぱりすき家だね。すき家、うん、すき家が一番うまい。はい、三浦屋さんに謝ってください。すき家の唐揚げが一番うまい。で、三浦屋さんの味を聞いとんの？三浦屋さんの味もうまいけど、でもやっぱりすき家が一番。それはもうごめんなさい。うん、すき家。怒られろ。すき家がうまいけど、でもうまい、うまいよ。うまい、うん、ソースがでしょ。でもソースめちゃくちゃうまい、これ、うん、ニンニクマヨ。オッケー、じゃあ俺も食べてくぜ、うん、それで食べて。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした、食べていました。はい、じゃあ後半頑張ってやっていきましょう。はい、頑張りましょう。気をつけてね、イノシシ出るから。ここはまさかあれ？そうです、その、ま、そのまさかの場所です。獅子神の森です。獅子神の森、うわ、すごくないだって。すごいな。すごいでしょ。すごいわ、はい、イノシシ気をつけてね。はい。
腰入ってきたらどうすればいいの？ジャンプジャンプでかわす？そう、飛び箱みたいに手ついて、そう、手ついて、うん、それでいける。はい、ちょっと待って、偉すぎる。ヌッシュおるな。ちょっと待って、どこに、どこに、なんか聞こえたよ、ゴロ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 って言ったよ。何の音だったんだ、うん、どこまで登るの？ずっと、マジで適当なんだけど。周りしっかり見てよ。はい、おったら、なんていうか知ってる？前教えたじゃん。そうなんですね、言うの。そう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 、目を見て、どのタイミングで言うの、突進してきたんだろう。あ、そうなんですかっていう。そう、言っとるうちに吹き飛ばされるじゃん。早いんだよ、イノシシって。だから、来たらジャンプよ。どこ行くのみたいな。道合ってんの？ちょっと私知らんし。大丈夫？池あるの？そうなんですね。そうなんですか？そうなんですよ。池あるの？で、これを1時間ぐらい歩くから。あるんだけど。1時間ぐらい歩きます。頑張ろう。じゃあ1時間後にタイムスリップ。ごめん、何これ、なんだっけ。巻くときに糸をしっかり伸ばして巻かんと。投げた後に、こうたるんだ状態で巻くから。これが浮く原因。こう巻く。ここ押さえて。うん。で、少しか、投げて糸を張った状態にして巻く始める。気に引っ掛けて。何待ってる？わお、上に引っ掛かってる。それ大丈夫？どんだけ気に引っかかってるの？それは無理だよ。それは回収できるから乗り越えて、何個か乗り越えて、一番本数少ない状態、これだったらいける、これだったらいけるから、ちょっともうちょっともうちょっと前で少しね、ルアー見ながら、ルアー見ながら、 OK OK、 ここでこうやってやっといて。スパクってくる、食ってくると思う。ちゃんとルアー見といてよ。食ったらルアーが消えたら、うん、じゃ手前回収して、静かに回収、静かに回収、静かに回収、回収。オッケー。で、これも乗り越えて、オッケー。来た、来た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 。木に引っ掛けんなよ、木に引っ掛けんなよ、下の。左左左、ちょっと持ち上げて、持ち上げて、ちょっと水入ろうか。わかんないよね。下を下げて、見て見て見て、手に引っかかってる糸、ちょっとあれ下げた。あ、いや、外れた。一回回収。ああ、ガードが逆に邪魔をした感じだね。惜しい、惜しかった。ワイヤーガードが逆にロックしちゃって、うまくフッキングしんかった。こん
んなこともあるんですね。回遊してこんくなったね。やっぱもうあれはいかんかったんかな。惜しかったね。ねえ、むずい。かけるとこまでは行ったのに、うん、はい、むずすぎる。スピニング練習ですね。うん、とりあえずまたこっから。とこいつをバカにしとったね、スピニング、うん、バカにしすぎとった、はい、こっからまた1時間歩いて帰りたいと思います。やばいね、頑張って歩こう。マジ移動が長すぎん。まあ、そんなもんよ。これがバスフィッシングですよ。あとまだでもあるでしょ今日。まだそうだね、チャンスは。そうだ、もう一箇所行こう、うん、とりあえず1時間歩きましょう。OK です。はい、行きましょう、行きましょう。もう終わり、もう終わりかな。あ、そう、ラストワンチャンス。もうピチャピチャしだしたからチャンスありそう。もう帰る。はい、今回あのバラシ1回、ちょっと川は難しかったね。あの行ったこと、お、釣れたじゃん。最後に、最後に葉っぱ、笹の葉が、笹の葉釣れました。おめでとうございます。笹団子にしようか。あ、ちょっとヤハギが難しかったね。もう全然分からん、魚っけなかったもんね。ちょっともうちょっと勉強しなかんわ、うん、で途中行ったの池も山道1時間歩いて、イノシシね、うん、おったしね、泣いとったやん、うん、イノシシ泣いとった。いやー惜しかったね、あれバラシ。次回釣りましょう。はい、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次回釣り行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いよいよそのまま耐えて、耐えて。ブルンブルンいってる、うん。そのまま竿を立てて少し。うん。あれだったら糸が勝手に出るから。近づいてきたら巻く。魚見えないんだけど。うん。大丈夫。でかそうだね。さっきより全然でかいわ。でかいね。ちょっと糸巻いて、竿を立てて、石に当たらんようにね。お、でかいでかいでかい。でかいでかい。いいねいいねいいね。50ぐらいあるよ。絶対。あるって。それあるって。こんな軽い50って。50ぐらいある。ちょっと竿立ててね。50ぐらいマジあるって。嘘って、うん、全然軽いよ。軽い、うん、軽い。ちょっと巻いて、ちょっと巻いて。45ぐらいか。うん、そんなある。ナイス。え、これでここからバレることあるの。ある。だから慎重に、石だけは気をつけて、あんま潜らせないように。来た来た、徐々に。疲れてきたら、うん、ちょっとずつ巻いて近づけて。いや、でかい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 。本当だ。でかい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 。オッケー、取りに行ける。気をつけて、竿。頑張れ頑張れ。自分で、自分で。こす、こすれるな、こすれるな。頑張れ。行け。グッとしっかり。やった。うお、待って、でかい。うお、やば、でかー。でけー。え、こんなでかかった。やばい。すげー。やったね。やった。やった。45センチ。やった。やば。そんなでかいと思わんかったね。や
ば、GoPro 回さんときは釣れるね。あ、ほら、やっぱそうだな。おめでとう。やった、ありがとう。嬉しい。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございます。ね、やっぱり初めての河川は難しかったですね、矢作川。うん、まあ、また頑張ってやっていきたいと思います。で、前回のこちらダニーとブルシュータージュニアの抽選をやっていきたいと思います。じゃあまず、ね、ブルシュータージュニアの方からいきたいと思います。名前読み上げてきます。枝豆さん、渡辺さん、関係さん、大さん、KKさん、まとちゃん、石井家、松田さん、ゆうさん、ゆいさん、ひかりのせさん、やみさん、ストロングさん、じゅん、あおさん、西村あきさん、ゆうと KU フィッシングさん。はい、こちらまずブルーシュータージュニア抽選やっていきますよ。いきます、これです。でん、 KU フィッシングさん、おめでとうございます。ブルーシュータージュニアです。はい、もう一方のダニーの方をやっていきます。ダニーの方が5人となってます。はい、まず釣り人ミッチーさん、スケアリーモンスターさん、オニモさん、グッドフィッシュ水彦さん、猪狩のヒーローへのビッチチャンネルさん。はい、こちらダニーの抽選やっていきます。どれだ、誰だ、誰だ。はい、これだ、いきます。でん、猪狩のヒーローへのビッチチャンネルさん、おめでとうございます。あ、入れちゃった。はい、はい、こちら当選者の方はね、1週間以内、この動画が公開されてから1週間以内に隊長へご連絡ください、当選しましたと。で、そちらの方で、送り先など交換してやっていきたいと思います。で、今回の動画もプレゼント企画やっていきます。今回はまずこちら、チビタレル、チビタレル、はい、チビタレルとデラスピン、デラスピンの4分の1オンス、ソウルフラット、ソウルフラットのちぎるカラーだな。はい、こちらの3つ各1名様にやっていきたいと思います。応募方法は前回と一緒、応募フォーム作るんで、そちらで簡単な質問に答えて正解者の中から抽選で選んでいきたいと思います。これ第2週目ね。で、8週でやろうと思うんですけど、多分商品多いんで10周とかになるかもしれないです。皆さん、動画引き続き楽しんでみてください。ではまた、バイバーイ。